はい、ナナトラマンチャンネルです。今回はウルトラマンオーブに出てきた怪獣を紹介したいと思います。今回はちょっと、オーブにね出てくるやつはね、マガがね多いの。マガタモーメントとかね、マガグランドキングとか、マガジャーバとか、マガゼットンとか。今回は強力な怪獣を紹介します。こちらです。マガバッサーで、身長 50m、 体重5万トンで、あ、ちょっと早く言いすぎました。ウルトラマンオーブ、オーブオリジンじゃなくて、なんかウルトラマンオーブなんだかなんだかなんだかやって、そしてなんかあのウルトラマンオーブなんだかなんだかなんだかに、ウルトラマンさんとティガさんに合体したやつで、そういうウルトラマンとね戦うとね、すぐ死んじゃったんで、やだ。これはね、マガバッサーでね、羽がね、特徴ですよね。初めてです。買ってもらったんです。私はね、何月何日にウルトラマンに覚えていますか、わかりませんよね。本当は6月ですよ。本当？うん。覚えてる？覚えてる。ちょっと嘘。うん。やめて、嘘。うん、あのマガバッサーはね、あの爪があるんですよ。で、爪がね、はい、こういうね、爪がね、ほら、ちょっと白いんですよね。ちょっと古い方ですね。それで、羽の鳥みたいな尻尾。あ、みんなさんは尻尾が得意よね、かゆいよね。で、宇宙忍者のバルタン星人は尻尾がね、あのなんかあのなんだっけ、あの四角のね横になってる方ですね。それで黄色いところがあって、こっちもすごい違いですね。それで顔も羽みたいになっております。本当は前の動画ではこれでしたよね。本当だっけ。あ、レッキング、あー忘れてた。ハーズくん、あのマガバッサーは50m、 マガグランドキングは何メートル？体重21万5000トンぐらい。なんか私がお別れ会の研修に思います、ね。こういうマガバッサーはね、オーブにちょっとね、やられたこともあるんですけど、あのオーブがね、やられた時はね、もうあるかもしれないですね。それで、こういうマガバッサーはね、熊牧場に行くところに、あの熊牧場のちょっと近くのところに買ったソフビですね。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。